皆さんおはようございます。未来です。今はですね、時刻は12時ぐらいなんですけれども、前が寝ています。保育園に行っておりません。っていうのもですね、病院に行きました。なんと風邪をひいて病院帰りです。今部屋はこんな感じでめちゃめちゃ汚い、はあ、ため息出ちゃうね。そんな感じでキッチンもやばいんですけど、脱衣所もやばいです。干しっぱなし、ためっぱなし、そして洗濯物を回しっぱなしっていうね、そんな感じで病院に行きました。ということでですね、私は早速片付けていきたいと思います。おもちゃをね、まずは片付けていきます。午前中さ、予約を取ってさ、病院行ってんのにさ、なんで待ち時間1時間もあるんだろうね。病院あるあるじゃない早く来てくださいみたいなさ、メール来るからさ、行ってんのに1時間ぐらい待つわけよ。謎いんだよ本当に、っていう愚痴なんですけど、まあ、ほんとね、午前中に病院を予約すると必ずお昼過ぎて帰ってくるっていう謎現象起こります。はい、ということで軽く床を掃除したら、乾いている洗濯物をポイ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 やっていきますね。で、今回ね、前はね、なんと39度以上の熱と、あとは咳、もう咳をしすぎて吐くまで咳してしまうので、それで病院行ったんですよね。で、なかなかね、熱が引かなくて、そう、薬も飲んだんですけど引かないですね。もう本当にね、保育園行き出してから風邪をもらっております。もう洗礼を受けに受けに受けまくっているっていうね、そんな感じです。マジでさ、4月前が体調崩して、火が体調崩して、次前、火、前、火と3クール目まで来ました。5月まで伸びております。やっばいですよね。もうね、健康第一だなってマジで思った。家族全員が健康になる日はいつなんでしょうか。あの、子供たちがね、体調悪いと夜中起きるのよ。咳でちょっと起きちゃったとか、マジでなんかもう授乳終わったはずなのに夜中の授乳を思い出すという、もうその頃には戻りたくないなっていう、はい、そういった感じでございます。仕方ないんだけどさ、しゃあないんだけどさ、洗濯物干していきますねそう、洗濯物もさ、回して家出て病院から帰ってきて昼過ぎたっていう感じだったので、回してからだいぶ時間は経っていたんですけど、匂いがセーフだったので OK です。ということで、第2回、洗濯物回そうの回を始めていきたいと思います。はい、洗濯物を回します。ねんねこ、はい、ねんねこね、レッツゴー。じゃあおむつ替えるよ、ね、はい、いや、ダメダメ、ねえ、おまつ、ほら。じゃあ、ジェンくん、おまつ選ぼっか。どれ？アンパンマンどれにする？これ？来たな。めちゃめちゃゲップしてるよ。お二人さん。はーい。楽しいですか？楽しい。はい、お昼ご飯を食べて、やーっとね、落ち着きました。お昼ご飯食べたのね、リアル2時過ぎとかでした。で、2時半ぐらいには火を迎えに行っているので、だいぶね遅かったですね。そして洗濯物も回していたと思うんですけれども、また時間経っちゃった。結構もういろいろやってね、ちょっと落ち着いてから、もう2人が目を離しても大丈夫だなみたいな、そんな時間になるのが遅かったので、ちょっと時間かかっちゃったんですけど、匂いが大丈夫なので干します。はい、そんな感じですね。前はね、39度2分とかすごい高熱なんですけど、めちゃめちゃ元気なのよ。もう子供にさ、おとなしくしときなさいとかさ、別の部屋とかさ、無理じゃん、どう考えても。なのでもう放置してますいいのか悪いのか分かんないけど放置してます。だからね、映るのよ。だけどもうね、こう対策のしようがないんだよね。ち
とも難しいので私は諦めましたね。はい、そっちの方向でよろしくお願いしますということでですね、洗濯物を2回目干していきます。もう3時前なのに果たして洗濯物は乾くのでしょうかっていうところなんですけど、まあ乾かなかったら夜軽く部屋干しようかなって思ってます。はい、そんな感じでございます。全然大きいんじゃない？いい、かわいい。涼しそうだね。うん。え？王冠みたいですよ。いや、ねえねえにこれはいしてよ。ねえ、ねえねえにはい。はい。ありがとう。もう、こうやった方がお姫様っぽい？うん、お姫様っぽい。かわいいわ。はい、お腹空いたので、ダイエットチャーハン食べます。この中にね、取りたい栄養分、PFC バランスのが全部入っていて、1日でこれを食べるっていう感じです。なので、3食チャーハン。野菜もいっぱい入ってて、お米が 250g、胸肉が 300g 入っています。めちゃめちゃタンパク質が取れるチャーハンです。お腹が空いたので食べます。いただきます。おいしい。それでは夜ご飯を作っていきたいと思います。料理開始時間が6時になってしまいました。もう簡単にね、済ませたいなと思います。今全部をおぶっています。はい、手羽元を湯がきます。今日はなんかサムゲタン風のなんか煮物的な感じのものにしたいかなと思います。手羽元を煮込みます。そしてお塩を小さじ2ぐらいかな、入れておきます。蓋をします。そして焼きトウモロコシじゃなかった、ごめん、トウモロコシをね、たくさんいただいたので、トウモロコシを湯がいていこうかなと思います。一気に湯がきます。トウモロコシ全部洗います。全はね、この時おろしているんですけど、だいぶね機嫌は悪いです。なのでちょっと全の様子を見ながら一回手を止めたりとか、機嫌がまあまあ良くなったらちょっと再開したりっていう感じで、料理をしていたらめちゃめちゃ時間がかかったっていうね。もう一品しか作ってないのにさ、多分リアル1時間半以上かかっちゃったんだよね。はい、そういう時はね、もう買えばいいかなって思ったんですけど、もう全を連れて外にコンビニとかに走るのも大変で、なぜならうち田舎すぎてウーバー通ってないのよ。はい、ウーバー通ってないのですね、作るか買いに行くかしかないんですけど、外に出たくなかったので今回は作りましたっていう話です。はい、そしてヘルシー用の電子レンジなんですけど、それにね、あの湯がくモードがあるので、それをやってトウモロコシをやってます。はい、こんな感じで今煮込んでおります。いい感じ、なかなか。はい、多分ね30分ぐらいかな、湯がきましたね。あのすごい大きな塊に見えると思うんですけど、これはですね、スライスした大根ですね。もう冷凍していたものもさすがにもうちょっと使わないとやばいなということで全部ぶっ込みました。あのスライサーで薄くね切ってあるので、だいぶ火は通るのは早いです。あとすごく食べやすいです。そして生姜を入れます。手羽元をね煮込んだことによって、鶏ガラのこの鶏の風味がすごいいいので、調味料もね最低限のものしか入れないようにしています。塩と生姜しか入れてないけど、すっごい美味しいのこれ。はい、ということで冷凍の青ネギを小ネギを入れて混ぜて完成っていう最高な簡単な
料理でございます。これと米、もう今日のご飯はそう、私はチャーハン、またはい、そんな感じで日に取り分けています。ゼリーはなかなかね、もう食べれなくて、この時はゼリーをあげました。そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。これの続きはですね、取れなかった、ちょっと厳しかった、きつかった、はい、そんな感じでカオスだったので取れませんでした。以上です。バイバイ。